俺のコメント全然読まれへんねんけど。俺のコメント読まれへんねんけど。あ、バカです。バカです。ちょ、なんで向こうに爆投げなん？ちょっと。俺ブロックされてる？ちょっと向こうの枠も、あ、そうでもないか。動いた。びっくりした。ふ、あ、ふせーす。君なんかすごいたくさん投げたな。向こうはおじさん仕事忙しい。忙しそうやな、ほんま。何いかにせよ。うなちゃんマンが来るほどの枠やで、向こう。ねえ。向こうはうなちゃんマンがコメントしに来んねんで。ちょ、うなちゃんマンを飯おごって、あ、ハートです。ねえ。うなちゃんマン来んねん、向こうの枠。今から買いに行くじゃけんこで、この格好で。この格好で買いに行くの。ちょ、フロア入らして。フロア入らして。じゃ、店どこやろ、ほんで。お店の住所載ってる、これ。あ、書いてあるやん。豚バラ 100g 250円。タレもいる方は、クール便で、これ商売しとるやん、これ。1000円ぐらい持っていかなあかんのか、これ。東京リス、配信でリスワン撮ってんの、すごいな。場所が、住所が、お店の住所が載ってないねんけど。ちょっと、どここの人の住所。お店の住所載ってるこれ。あ、通知、あの、ツイッターフォローは向こうが許可してくれな、見られへんから、見られへんわ。1万くらいなんでやねん。仕事中、あ、ありがとうございます。仕事パチンコ。何や、嫌味か。今日行ってないのに。え、ここっぽい。ナンバーウォーカー、南大沢商店の蒸し豚、大阪桃谷のコリアンタウンで一押し。あ、マジでこれか。JR 桃谷のみゆき通りことコリアンタウンにある南大沢商店、蒸し豚屋。南大沢商店、これ住所載ってないねんけど、どこ住所。東側出口付近。いえ、それはわかるけどやな。コチュジャン300円で販売。コチュジャン食べる？コチュジャンって味噌や。あ、味噌か。写真は豚バラの蒸し豚、キムチは山田商店の格的と白菜キムチです。蒸し豚屋のお姉ちゃん、あ、ここ住所載ってるやん。生野区桃谷5-6-2。韓国人らしいよ。下にあるやろしね。え？ああ。一緒に買いに行く？コリアン。いやね、私も2時からお母ちゃんの誕生日会行かない。あ、そっか。コリアンタウン。いや、あんたその服で行っとるやん。この服では行かないわ。この服で行って、ジャンバーわざとらしく用意しようって脱いで、お会計その服で帰って。この服で買いに行く。俺配信者ちゃうねんけど、別に。そういいやん、その服似合ってる。今日パチンコこの服で行く。この服で行く。わざとらしく上着脱ぎや。よいしょって。なんで上着脱がおもろいよ。パーカーと合わせてみよう。パーカーとジャンバーと合わせてみよう。なんでこの服で行かされんの？おかしくないですか？スロット行かないのか？いや、行きたいけど、目覚めたら9時40分で、まあ、その時点でもう並ぶのもめんどくせえと思って、最初楽園ナンバーに行こうかな思ったけど、楽園ナンバーももうなんかもう、抽選も締め切っとったみたいで、もうええわ。楽園ナンバー行く予定やってんけど、今日ね。これ来たら全然普通やん。ちょっと超ネクタイが覚えない。なんちゅう T シャツ着とんねんっていうだけで。やってるんですよ。思ってる。かわいい。
かなって一瞬思ったら、ね、あの俺あの何やったっけあのほら相棒の水谷豊チックかなと思っててんけど、そうなん中がよれてる。あ、そうそう、5の6の2、これね、うん、鶴橋駅から 1キロ、鶴橋駅より俺の家の方が近いから、うん、隠すな、いやいや、隠すなっていうか、あ、これレビューしときや、私もなんか欲しい T シャツあるから、ここの会社で、うん、テラテラ、テラテラ、そう、レクサス、レクサス、コリアンタウンの中なんかレクサスでしか入られへんから、昼から雨やで。昼から雨らしいぞ。どうすんねん。3時ぐらいから雨。雨ん中行くの嫌やねんけど。スケボーで行くんや。そこまで来る。そこまで来る。いや、それもええと思うけど、スケボー買おうか、もう。スケボーっていくらすんの？スケボーっていくらすんの？閲覧すごいね。120何ボールぞ。マジで。俺らのコメント一切読んでくれへんけど、電動ジャイロスケボーマジそんなのあんの、ピンキリ、ピンキリなんや。スケボー安い、安いスケボーちょっとあのアマゾンで、キムチはないらしいで、あ、ニュイさんっていうね、ニュイさんっていう、あの、コリアンタウンでなんかやっとるらしいねんけど。ニュイさん、ちょっと誰か URL 貼ってあげて。ローラースケート履いていく？ローラースケートって。ローラースケートってお前ら。これらしいよ。大丈夫ですよって今言われたけど、どういうこと？どのコメントが読まれたん今。今どこのコメントが読まれた？俺大丈夫ですよって、俺どういうこと？俺大丈夫ってどういうこと？俺大丈夫ってどういうこと？どれを読まれたんよ。顔見えた、綺麗。マジで？見え、マジで見えた？太郎田中。太郎田中！おい、太郎田中！呼び捨てやで、ここだけ。顔見えたってどういうことや、ちょ。あ、ほんまや。でもあのちょっと事故があって、ちょっとあんま、まあ自分で言ってはるからええとは思うねんけど、公表してはるからええと思うねんけど、ちょっと事故があってちょっとお直ししてはるらしいよ。うん、お直し、うん、顔出しなんて普通にしてる。あ、そうなんや。なんかこの間見た時、半年前か1年前か見た時は、あの公園でなんかギャーギャーピーピー言うててなんか食うてて、で、おかんおかんみたいなこと言ってたけどな、おぱーおぱー言うて、怖ー思って、何者顔でかい、マジで。何者って、結構有名っぽいよ、これ。だって閲覧120あるし。いや、どうせ所詮、ふわっちの世界なんて閲覧でしょ。閲覧数でしょ、所詮。すごい、え？野良ぼとけも知らんかったけど、え、今閲覧120なんぼって上位ちゃうの？え、どこにおる？おれへんの？え？あ、おるやん。今閲覧5位やん。すごいな、ニューイベイビーって。閲覧数でおじさんの魅力は分からへんで。どういうことや。なんか向こうの枠ではうちの枠からなんか、コージンさんなんかいっぱいありがとうみたいなの言うてくれてるけど、あの圧倒的向こうの閲覧の方が多いねんけど。圧倒的向こうの閲覧数の方が多いねんけど。ちょっとお前らもっと頑張って宣伝せえよ。ね、向こうは120人見てて、ね、204いいね。ね。こっちは、もう言わずもがないやろ。すべてが20分の1以下やわ。いや、だからいいねを減らすなよ。減らすな言うとんねん。誰がもう一回押せ言うた。そういう意味ちゃうわ。
だよ、いいねに触れたら減るシステムか。いや、一気に減るなよ。なんでそんな一気に減らせれんねん。なにこれ、これ君らみんな水増ししてんのか。水増ししてて、俺がいいねに触れたら、ナイスに触れたら、ナイスをペペペペペって押す、その天丼か、これは。もうそういうのしんどいから。もうそういうのいいから。もういいから、もうマジで。こんだけ頑張ってもあかんねんから、蒸し豚だけ買いに行こうか。蒸し豚だけ。あ、戻しといてくれた。ありがとう。じゃあ、もう一回住所。住所どこやったっけ？桃谷5の6の2。行くのく桃谷5の6の2な。多分ここな、ほんま車で行かれへんのよ、こん中。チャリンコでしか入れないのよ。でもチャリンコで行くとチャリンコで行くで、まあ、近くはない。そんな遠くもないけど近くもない。それだけ買いに行って帰ってくるんだったらなんかちょっと、って感じ。橋の向こうからそうやろ？ここやろ？ここなんだよ。これなぁ、車で行って駐車場止めてっていう場所でもないしなぁ。駐車場がないのな、ここな。結局、チャリティーが長いの。嫁に、うん、その気になったら3つ減らせる。3つも減らすなよ。風俗巡り行く金はないです。お腹出して、このお腹でも作れます。吐きそう、吐きそう言うて。あの技使う。吐きそう、吐きそう、言うて。いや、歩いたら物ごつ遠いで言うとくけど、歩いたら一枠で済めへんからな。三枠いるからな、歩いて行ったら。帰りも持って帰ってこなあかんねん、しんどいわ。絶対チャリで行くわ、それ。雨降ってでもチャリで行くわ。え、いくら、え、100グラムでええの、蒸し豚。何グラムいる？聞いてないわ。蒸し豚何グラムいる？蒸し豚何グラムいる？ 100 グラムでいいの？ 100 グラム200円、240円。ミステーキ150グラムのものやろ？それで考えてみ。唐揚げ5等分ぐらいかな。けどでも晩飯はいらんねやろ？そうやで。昼飯今から食べないかな。それある？蒸し鶏ある？蒸し鶏最後1個言うてる。500はいるやろ。500もいらんやろ。1キロは絶対いらないよ。せっかく行くんだ、1キロ。蒸し鶏でももう最後1個、今売れたらしい。もうこれ昼までで、何時までのとこ何時から ?5 時ぐらいまでちゃう。食べるとこあんのかな、この店。食べるとこなさそうやな、ね。車で行くか、チャリで行くか。豚足とかもやったら食べたいな。そもそもここ豚足屋やけど。豚足とか耳側とか食べたいな。耳側はどうやろうな。チャリで行く？もうな、今日のおつまみ配信やな、これ。今日の夜のおつまみやな。じゃあ、これからうちの枠に飛んだ分だけ買いに行きます。メガハマです。今からうちの枠に飛んだアイテムの分だけ買いに行く。だから今メガホン1個分。パチ行きたいねん。行くなや、負けるから。はい、うざいです。いやいや、メガホン行こうと風船行こう、何も変われへんやろ。ねえ。ガラーン、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 ガラーン。なあ、変われへんって。今からアイテムが飛んだ分だけ買いに行きます。何度も言うよ。何度も言うよ。今からアイテムが飛んだ分だけマカロン、マカロン、ありがとうございます。いや、マカロンもっと折れちゃうやろ。
グラムより値段で注文する人が多いのもいかにも貧乏さ。大阪やろ大阪やろ、200円分とか500円分とかそんな注文方法やから。500円以内。500円分で500円ぴったり出されるよりも、500円分って言って 200g480 円の方が大阪人喜ぶから。20円移りって。20円移りあんのマジでみたいな。そっちの方が。いや、グラムで言うねんけど、値段で注文する人が多いって。逆。値段で言うやん。近所にあったら絶対行く。マジで。じゃ行くけど、行くからさ、待ちいな。じゃアイテム飛んだ分だけ買いに行くから。ナイス言うてんで、何そんなアイテム、めっちゃ飛んでるやん。なんでアイテム飛んでんの？買いに行くから。買いに行った時おらんかったらどうしよう、この人。買いに行っておらんかったらどうしたい？じゃあ雨降るから早く買いに行くで。買いに行って、買いに行って帰ってきてお出かけしよう。家でこじ、家ですると240円でできへん。あ、そうなんや。マジで。まだこじるんか。ちょ、待て。ちょ、待て。うちの枠何も飛んでへん。今から、アイテム飛んだ分だけ買いに行く言うてから、飛んだアイテム、ね、メガホンと風船だけやし、それまでも何も飛んでへん。マカロンって何？もらったことないけど、マカロン。この空白のとこに、マカロン、ディナー、大花火、花火ってあんねんけど、一個もついてへんで。ここついたとこ見たことない。これつくの？これ。なんか色つくの？これ色ついたとこ見たことないねんけど、俺。色つくの？色ついたとこ見てみたいな。アイテム飛んだ分だけ買いに行くから。だから飛ばなかったら買わなくていいってことやから。君たちの指令は、ね。アイテムが飛んだらそれは買いに行かなあかん。ああ、そのだけ買いに行かなあかんかやけど、ね。アイテムが飛べへんってこと、いや、買わなくていいですよっていう。いや、そんな、いいです。売り上げに貢献しなくていいですよ。家でゆっくりしといてくださいっていう。そういうことやろ。この T シャツじわるわ。この T シャツじわるわ。それ今やったら、これ、会いに行くだけ会いに行って、ね。会いに行くだけ会いに行って、ニュイさん、ふわっち見ました。ナイス押しました。見に来ただけです。さよなら。やで。100g すら買わへんってことだよ、これ。マジで。そんなんでいいの？いや、試食はするけど、試食はするけど。え？じゃあ今から他弁買いに行くけど、何弁当がいい？また弁でも夜食べたらいいし。今から昼飯の弁当買いに行くねんけど、何弁当がいい？すぐそこの他弁屋やけど。キング牛丼。ワイカツ丼。そこの他弁屋やから。メガ盛り。牛丼じゃないわ、だから。牛丼屋じゃないって。メニュー全部。なんでそんなわけのわからん注文ばっかり、このうち。何食おうかな。あ、マサヤンと仲いいの、この子。あ、ちょっと残念。いや、別に残念じゃないけど。部長山田がマサヤン嫌い嫌い言うから。もう食べた。みぶな朝漬け定食って読むの、これ。何しようかな。すき焼きも飽きてきたしな。焼肉スペシャル、あんま焼肉おいしないやろ。どうしたい？カルビ焼き定食とかないんかな。何食べたいの？何食べてほしいの？カラスペ、唐揚げでいいか？唐揚げ弁当食うたらええか？唐揚げ弁当を食べたら、ゆうべ金梅がすき焼き食うとった。マジで？面白いことして、のり弁10個、米。面白いことして、ガラン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 。のり弁にしとけ。のり弁にしとく？のりスペにしとく？スペシャルにもせんでいい？私がのりスペにしよう。嫁がのりスペ言うとるから。ああ、あれです。キング牛丼はだから、近所のすぐそこの他弁屋。ビフテキミックスにする。ビフテキミックスっていうのにするらしいで、嫁は。面白だい。あ、KP10 個です。
敗してないね。面白大、ね、ちょっと早く他弁食いたい。今からうち他弁やで。のり弁10個、おにぎり20個、米だけ。じゃあ早くして雨降るから。じゃあ早くしてって嫁怒ってるからもう。もうのりすべでええか。カラスペか。カラスペにしよっか。無難に。カラスペでええな。もうええで。カラスペすんで。カラスペな。魚沼のコシヒカリ美味しかった。おじさんはいりません。いるわ。カラスペ。カラスペでいいよ。ええよ。いやだから、君らな、人の枠行って投げるのやめろよ。俺が何よ見てるね、枠をね、行って、賑やかすのやめろよ、マジで。ね、君らは優秀なね、リスナーやっていうのは知ってるけど、な、なんで俺の枠では優秀じゃなくなる？なんでうちの枠では優秀でなくなるの？他の枠行ったらバンバンボンボン投げるのにな。なんでうちの枠来たらアイテム投げ、ノーアイテムなんですもん。ノーアイテムでフィニッシュです。お前も早いけ。いや、まだ風呂も入ってへんし。お前、どんくさいねん。な、どんくさいってどういうこと、テマちゃん。もう体が動けへんねん、おっさんやから。体ついてけへんねん。渡れるかな、思った道もね、ダッシュしてんのに、ペペペペペって鳴らされんねん、もう。うち子募集希望した静岡の人、なんで静岡な、え、ピッピ君静岡なの、あなた投げてきたで、なんでまた投げてきた、ちょ待って、ちょ何投げてきたん、ちょちょおかしいやろ、今度買いに行きますとか今から買いに行くわ俺。なんで人の枠で投げんの。日給8000円、まあまあゼロよりかいいんじゃない、もらえる。うちで投げずに他で投げるのが優秀、意味わかれん。しっかりしてる女性の人、うち子募集、あ、よかったね。まあまあ、経験を積んできていいんじゃない？お金さえ取り上げられんかったらそれでいいんじゃない？まあ、もらえるならもらったら。買いに行きたいわ、ほんまに。公的たろか、代わりに。女性なら安心でしょ、男より。いや、でもそれ、ツイッターかなんかやろ。そんなもん、おかまに、寝かまに決まってるやん。買いに行け。いや、買いに行くけど、買いに行く、まっちいな。今から昼飯食わなあかんし、風呂参らなあかんし、おひげも剃ってないの、今日私。ね？まだおひげ剃ってないのよ。持って帰るの大変だから、送ったる送ったるっていうか、ちょ待って、ちょ待って、送るも何も、この店、通販やってるけど、あなたたち、あなたたち、ニューイチャーの店、普通に通販やってるで。あ、そっちのクール便で買うた方が手堅いと思うねんけど、早せえよ。待ちいな、おかま、あ、そうそうそう、ネットの中のね、女のふりした方が、ね、みんな騙しやすいか、女のふりして募集するのは、ね、そんなもん昔から横行しとるから。ワイにも送って、いや、送っただから、ちょ、おかしいやろ。リスナープレゼントはのり弁10個。なんでやねん。ネカマ容器おるツイッター。ほとんどつ、ネカマや。店どこにあるん？下にコメント誰か書いてたな。金出さなあかんや。当たり前やろ。公的たろかっていうのは、君だからお金をもらった分だけ買って、代行で買って送るだけやから、あ、金は、お金は払ってもらうで。お金は。わしのフォロワーに自称女子高生がよくおる。マジけ、マジだ。そんなもん、大体、ツイッターとか、桜みたいなもんやから、あんなもん、大体、ほとんどが男や。おっさんやから。おっさんでもないな。若い兄ちゃんがね、騙そう思って。いい加減か。あ、いい加減、いい加減。いい加減。いい加減って好きやな。出世払いでいいですか。もうみんな出世しとるやろ、ええ加減。マジで。ね、もう君ら出世しとるやろ、ええ年こいて、うん、呼ばれたね、10個ありがとうって。あんなに素晴らしい瓶送ってあげたのに、いや瓶は置いてあるで、まだあんなん捨てられへんや、中身飲んだってあの瓶捨てられへんやろ。持ってきたろか瓶、多分台所、お台所にまだあるんちゃうかな。向こうの部屋に腐ってんのかな。
お台所に置かれてるからベトベトなっとるけど、こんな瓶捨てられへんやん。これどうすんの、この空き瓶。いつまで置いとくん、これ。来年まで置いといたやんか。めっちゃお台所でデロデロなっとるけど、嫁。デロデロなっとるけど、これ。ね、すごない、これ。男の間ってどこ？実際女性の募集、まあまあおらんこともないけどやな、市民じゃない。朝鮮ね、朝鮮好きやな。よう書いとる、試験受ける。戻していこう。これでもこの T シャツテロテロすぎて寒いねんけど、めっちゃ寒いねんけど、これで外行くのも寒いねんけど、なんでいいね減っとんの。でまたバーガーあげとるわ。ちょおかしいやろ、なんで違うとこに置いてんの。君らな、投げる場所間違ってんねん。あ、それやったら、向こう投げてもいいけどね、この分で工人にね、蒸し豚渡してくださいとか、いいねを減らすな。ね、うん、焼酎飲もう。もう俺も飲もうかな。飲んでいい？飲んだら飲酒運転になるから自転車も乗られへんなるけど、飲んでいい？次何買おうかな。ちなみにこの T シャツ買うのに2000円ちょっとかかんねんけど。そんなんおんねや。女なんとかし。女なんとかし。女なんとかし。じゃあもう1分しかないから、宮崎の焼酎、宮崎と鹿児島焼酎多いからな。まあでもあれも嘘やけどな、女の人なんか作ってんの、機械が作ってるから。あ、風呂入る？いや風呂もう入っと、お湯は入ってんねんで。お昼食べて風呂入って、まあひげ剃るか剃らんかして、まあ一回かんかして、とりあえず蒸し豚は買いに行こう。それ言うたらしまい。ニューヨーク配信だって、誰も見ないでしょ、ニューヨーク配信。何回かニューヨーク配信したけど、風呂入ってる間誰もおれへんねん、いつも。俺一人ごとなるから嫌やねんけど、ニューヨーク配信。オーストリアも行かないです。もうオーストリアは行かない。次はケープタウンが待ってるから、ケープタウン。ケープタウン配信できるかな？南アフリカって配信できんのかな？アメリカではつけない。もうアメリカとかで前科だったら大変やろ。まあ、そう、国際前科だけつけて、国内では前科つけへん。分かれへん、絶対。国内ライセンス取り消されたら困るから、国内では、あれやけどね、海外の前科は別に罰金ぐらいまでやったら全然セーフよ。マジで。うん、シリアで前科って殺されそうやな、それ。ちょ、急なままやけど、もう20秒切るで。戻しといてや。ね。ありがとうございました。じゃあみんなニューイさんの枠でよろしくお願いしておきます。たくさんの大花火マカロン。